ね、ご好評いただいております。母から子に伝える料理ではなく、娘から母に伝える料理。そうです。私、娘から料理を教わっております。サンクスギビングとかですね、クリスマスとか、家族全員でこう集まってなんか食べるときに、必ずうちの娘がね、料理してくれるんですけれども、その時にいつも娘が作ってるバンバンシュリンプっていうやつがですね、なんかすごい美味しくて、なんかうちの家族みんな本当にバンバンシュリンプが出てくるとすごい勢いで食べちゃって、なんか聞いてみたら、ものすごい簡単だってことで、こちらですね、ポップコーンシュリンプ、こちらの冷凍のやつなんですけれども、ちょっとググってみましたところですね、日本でもですね、これ売ってるようなので、ぜひちょっとそれでやっていただきたいんですけども、この冷凍のポップコーンシュリンプにソースを足すだけで、なんかすごいこう美味しくなっちゃう。で、そのちょっとですね、ソースを今日はですね、教えてもらおうと思っております。それではですね、先生を呼んでみたいと思います。バンバンシュリンプ先生、バンバンシュリンプ先生お願いいたします。先生どうも、こちらどうぞよろしくお願いいたします。バンバンシュリンプ先生です。毎回このすっごい恥ずかしい。先生、バンバンシュリンプ、ちょっと英語で言ってみてください。ビンビンシュリンプ。ちょっと日本人には恥ずかしい。ビンビンシュリンプ。ビンビンシュリンプ。ちょっとですね、こちらこれなんかすごい簡単なんですよね先生。すっごい簡単です。そうやってソース材料3つだけです。はい、すごい簡単で、基本的にはですね、この冷凍のこちらのポップコーンシュリンプをベークした後にソース混ぜるだけなので、今日は先生私が作ります。ビャンビャンシュリンプ。まずじゃあこれ、ベークからしたらいいんですか先生。はい、ベークを、はい、私やりますんで。箱のただこれ、オーブンヒートアップしてあります。10分だけです。あ、10分だけ。はい、じゃあ、はい、じゃあこれちょっと、先生出します。今日はもう先生そこで立ってて、先生私に何でも言ってください。もうビャンビャンシュリンプ先生。すいません。先生これバッグ全部使っちゃうんですか。これあすごい多いですけど先生、結構これ大きいやつだったらどのぐらい食べたい。で今晩のおかずちょっとこれにするから、じゃあみんな全部結局全部。それではですね、私がやりたいと思います。オーブンに入れればいいんですね。はい、10分。はい、よいしょ。じゃあそのもう先生のね、手際の良さを見習ってですね、なんかやりながらなんかやるっていうね。はい、10分です。で、それでじゃあこの間ソースを作ればいいですね。うん、じゃあマヨネーズお願いします。あ、はい。目の前にあったのにね、マヨネーズ見つけられないっていう。あ、これがこの3つでいいんですか先生。その3つだけです。これなんだっけ。これスイートチリソース。タイチリソースと、これもチリソースだよね。サラッチャ。This one's spicy, this one's sweet. サラッチャホットソース。これが甘くてスイートチリ、はい、甘いチリソース、タイの、はい、すっごい美味しい、はい、これ多分日本でも売ってると思います。これ And this one's spicy. スパイシー辛い、あ、辛いやつ。そしてマヨネーズです。はい、これをじゃあ、先生私やりますよ。はい、今日は私がやる係なんで、先生ソースはかけたい、それか Do you want the sauce on the side?
かける、かけたいです。OK、じゃあ、結構多めに作って。はい。Half and half, these two? Half cup. No, 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 just half and half. However much you want. あ、同じ量だけってことですね。Yeah. はい。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、普通のスプーンでいいですか？はい。よいしょっと。The coating, the crumb coating?衣が取れちゃう。衣が取れちゃう。で、これ2分、これ、ここ、このまま2分でいいんですか、先生。あ、なるほどね。これでも、人気ですよね。うちで作った時。先生、すごい簡単。すごい簡単。Yeah. で、これであとだからソース混ぜるだけですよね。先生、食べちゃってるじゃないですか。It's good.
で、これでさらにこのソースつけたらもう美味しいんですよね。うん、で、さっきの通り、この辛さはちょっとお好み次第で。で、私はですね、ちょっと辛いのあんまりちょっと苦手なもんで、ちょっとね、ちょっと少なめが嬉しいんですけど。それで、全部につけたいから結構多めに作ったんですけど、はい。some people just like the plain and then they dip it。あー、なるほど。ですね、これと同じソースを作って、こう、ディップして食べても、よし。And then if you're just gonna dip it, then you can make like just a little bit. はい、ディップの場合はですね、ちっちゃめ、ソース少なめで大丈夫です。はい。Yeah! And then, probably a winner. で、ここに入れてください。あ、はい。そこ入れるんですね。そこ、このままソースかけちゃダメなんだ。It'll be easier if you mix it in the bowl. あれ、これで。You can just dump it in. はい。あ、これでもあれですかね、チキンとかでもできる、チキンナゲットとかでもやったらどうなんですかね。Definitely あれシュリンプが一番美味しいと思います。でもあれ and like you don't like meat。 そうですね、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、これで入れました。で、これでこうソース入れるだけ。そう、それで混ぜるだけです。簡単、簡単だわ。じゃあ入れます。それでパーティーとかに作るのもすっごい簡単だし、みんなの分作れるし、このままこうやってlike you put it on the table in the middle and then ever it's super easy。 そう、すごい簡単だよね。で、すごいみんなさ、これすごい食べるよね、うちで作ると。あれ、なんかエビが壊れちゃう。That's because これ使ってるからです。ちょっと、これ使ってる。This is for pasta! あ、これだ、これ、こっち、こっち。こっちを使いたいと思います。あ、これだ、ほら、こんなに簡単。びっくりした。今さ、どうしてもさ、エビが壊れて出てきちゃってるから、びっくりしちゃった。はい、こんな感じですかね。よいしょ。はあ、焦った今。それでこのままどんどんテーブルに置いてもね。あ、これほら色が可愛いもん、ほら。パッて出しちゃってもね、結構可愛いですね。Super easy party food。 パーティーフード。あ、これでもさ、あ、すごい顔が向けちゃう。すごい、これさ、Yeah, お弁当とか、はい、お弁当とかもいいよね。Yeah. ママすいません、ここまで作っといてなんですけど、ちょっとママエビが食べられないのでね。シンジが食べてください。先生食べてください。よろしくお願いします。いただきます。ナイス、おいしい。あー、やったー、よかった。あ、そうだ、なんかね、全然見せないっていうコメントが多かったんで、はい、こんな感じでーす。でもすいません、私は今日はちょっと食べません。ごめんなさーい。皆さんもトライしてみてください。先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これが長い。え、これが長い。これが長い。